おやさん、スターダストの前で揉め事があったそうです。相手は関西もんか。いや、たちの悪い外国人だそうです。そうか。若いもんに様子見させますか。放っておけ。しかし近頃わけのわからん連中が。放っておけと言ってんだろ。はい。何が発端で戦争の火種になるかわからねえんだ。関西は本気で関東進出を。近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ。向こうからすれば面白くはねえ。下手すりゃ東と西の全面戦争になるかもしれんが、今はその時期じゃねえ。若いやつにきつく言っておけ。勝手に跳ねるんじゃねえとな。はい。こっちから仕掛けるか、待ち受けるか。桐生、お前ならどうする？